これなんですかこれ。はい、ブーンチンっていうブーンデカブーン、ブーンチン、ブーン兄弟の三男、はい、チン、沈むのチンです。チンコのチンじゃないですか。チンコのチンじゃないです。どんなコンセプトで、単純明快、沈む虫です。ブーンの沈む、チン、沈むブーンということですね。で、まあ、特徴はラバーではなくてこのワーム一体成形の足ですね。あと、まあ、ソルトインボディなんですけれども、うまくちょっと実はねバランスをとっていて、綺麗にオフセットフックすると水平フォームになってます。はい、これいろいろやったんですけど、やっぱりね回っちゃうと食わない。綺麗にオフセット、もちろんマス針をつければマス針の自重が乗るんでこうなりますけど、はい、オフセットをつければ綺麗にこうやって沈んでいきます。出しどころは、まあ、サイトですよね。バンク際でバスがクルーズしている、はい、そういったバスを沈めて狙う。あとは三島で、ちょっと前に僕が爆発的に1日に33本釣った時もほぼブーンチンだったんですけれども、あの時はカバーの奥、あとは内ゴミの上にブッシュがあって、そこに吊るして水面を叩き続ける。ブーンとかよりも自重があるので、あと後方重心になってるのでやっぱりこう叩きやすい。でこのラバーが、ラバーとかの足ですねがしっかりこう誘ってくれるんで、まあかなり反応がいいですね。フックはハブさん何で、吊るすときは、3番、キルフックの3番、あスペルバンドコアのロコロコハーフの ML に B の 1.2 で3番、キルフックの3番で吊るしてます。で普通にやるときは、まあ、サイト用のプロとの竿を使って、フロロの3で、まあ、素張りの、まあ、6番とか使ってやってます。5月ぐらいからあのいろんな店頭に並ぶっていう印象、はい、連休の間31、2、3このあたりが並んでくると思います、はい、でアフターの時期からそのイモグラブとかそういう脳進化系ってすごい効くんですよ。見てください、な似てますよね。似てますねっていう感じに使ってもらえれば。あのディスタイルのあれとはどう使う？ね、すごいこと言いますね。もうね、ここがすごい動くの、はい。ビロロロロロロロって動くんですよ。でも僕のやつはこの足自体にはスリットが入ってないんですよ。で、あんまり動かない。だから強いのを嫌がる魚っていうのがボースはすごい多いんで、ある意味。弱くというかナチュラインというか、うん、ちょっと弱めの沈む虫、ちょっと馴染む感じになると思います、水の中だと。はい、じゃあ芋のラバーチューンと、はい、今勝のミハラムシとか、はい、あとはまあこういう系統のも最新バージョンっていう。そうですね、まあ僕なりの暴走で使う沈む虫のまあ大きいというか、まあ普通サイズ、扱いやすいサイズっていうのがブーンチンですね。メーカーこだわりなくいっぱい持って、で魚の反応によってその日のコンディションによって、はい、全部持ってた方がいいですよね。まあ、使い分けることはすごい重要だと思います。あの吊るす時に、はい、やっぱり浮く虫だと上でしか食わせられないですよ、水面から、うん、でも一瞬沈めないと食わないやつっていうのもいるから、はい、その辺もまあ魚の状況を見極めて使い分けることが、まあ、三島湖でも亀山でも兆候を残すことだとは思います。じゃあ基本は、エンジンのブーンとデカブーンとブーンチン、チンこの3種類はまず揃えて、それで反応を見ながらやって、ね、はい、まあ、ブーンのデカいやつはどっちかっていうと雨の日とかちょっとそういう楽しい気分の時に使ってもらう、あの感じで、はい、まあ、ガチで釣りたい時はチンとノーマルブーンを使い分けて、はい、根こそぎ釣ってもらえればと思います。とりあえず買ってみます。僕は三島の上流の魚をかなり言わせました、ヒーヒー言わした、はい、あのエンジンバスの方もどんどん小森さんのコンテンツとかも増えてるから、はい、エンジンバスは、はい、今暴走コアとあと太陽に向かって投げろっていう小森プロの
はい、動画も始まってますので、はい、ぜひそちらもチャンネル登録していただいてですね、僕が60釣れるまで暴走会にお付き合いいただければいいと思います。じゃあ、浜さんお疲れの中どうもありがとう。あそこになんかちょっとありますけど、あれはあまり映さないでくださいね。あそこにあるのはあまり映さないでくださいね。はい、これマジ映しちゃいけない。俺はあんまり映さないでくださいね。それマジ映しちゃいけないやつですよね。ダメですよね。ダメですよね。ダメですよ。ダメですね。わかりました。いや、わかんないですけど、ダメかもしれませんよ。あれは今日えぐいぐらい釣れました。これはまだプロト開発中。はい、ブーン兄弟です。はい、はい、じゃあブーン兄弟に期待してますんで、はい、今後ともまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。